私もあのコンテンポラリーダンスあるいはバレエクラシックともにですね初めてのコラボレーションでして、まあ、少しどうしようかなっていうことはありましたが、まあ、ブラウリオさんの思い心っていうのを受け止めて、いやなんとかその私もそれに応えなきゃいけないなと、やはりその祈りというテーマ、平和というテーマですね、自分がやってることでご一緒に、まあ、もともと特に日本の心っていうのは、融合するということが大事なことだと思っておりまして、まあ、ジャンルであるとか国であるとかそういったものを乗り越えてやるところに平和っていうのがあると思いまして、努力してやってみたいなっていうすぐに思いました。バレエの振り付けっていうものがカチで決まっているので、こちらもですね非常にやりやすかったです、まあただし音楽の場合はですね、オンデボザさんの方は即興というものを普段からなさってて、むしろ即興の方がいい面白いっていうことがありましてね、まあ、バレエもクラシックバレエも、まあ、コンテンポラリーもそうでしょうし、脳もですね伝統的なものっていうのはかっちり決まってて、即興で臨機応変っていうのは実は弱いんですね。その中でやっぱりこう臨機応変に合わせていくっていうことが自分の勉強にもなりましたんで、まあ、最初はちょっと困ったっていうか難しいなと思いましたけど、だんだんとですねできるようになってきまして、勉強させていただいてよかったな。それともう一つはその能舞台あるいはこれまでのものもそうですけどね、ダンサーが足袋を履いてやるという、まあ、まあどうしてもやっぱバレエのダンサーはですねシューズを履いてってことが多いと思うんですけど、足袋でうまく舞ってくれたってのはすごいな、初めてじゃないのかなっていうふうに思ってるんですけど。いやまあ、短い人生だけではなくて、人間というものが芸術文化を始めたきっかけっていうのは祈りがスタートであった、宗教ができる前の自然とか宇宙とか神羅万象というものに対してですね感謝や祈りを捧げるその道具といいますかコンテンツが芸術文化であったっていうことが全世界の同じことになりまして、まあ、それを色濃く残しているのが日本だと思ってるんです。未だにですねそういう心で演じているものが多いで、まあ他の今回いろんなジャンルと重なってやるってことはそういうことを示しているわけで、もともと世界は同じだった。でそこに立ち返ればですね必ず平和のきっかけっていうのがあるっていうか、それしかないんじゃないかなと。いつまでたっても争いが終わらないとか当たりますけど、そこに立ち戻ればですねきっとですねみんな人間っていうのはいつかそういうふうになっていくんじゃないか。それをやっぱり自分たちのなりわいって言いますか、あの舞台の上にいる人間でとしてですねそれをやることが本当に使命だという思っておりまして、まあ、自分に言い聞かせるようにセリフも作ってですね、させていただきました。本当にこういうことで表現できるとは幸せなことだなという思っております。いぞいぞセリフ北竜降臨せよ。
要するに、まあ、予定調和ではない世界で、あの物語が確かに存在して、それをテーマに、作品になっているわけですけれども、あの、まあ、西洋のバレエと日本の能楽と、それと、まあ、日本の楽器を使ってどう表現するかとなって、なるべくその垣根を取り払うということを含めて、柔軟に対応したいなということで、まあ、あえてその例えば、テーマの旋律を決めるとかそういうことではなくて、演じる場所も違うわけなので、その場その場でこう感じて反応していけばいいかなと思って演奏しています。やっぱり自分がどう感じてどう表現するかということ以外は考えてないです。日本の楽器自体も今一般的に、皆さんが広く演奏してらっしゃるわけでもないので、尺八とか、まあ、広めていきたい、もっとちゃんと伝統を維持しつつこう皆さんに楽しんでもらいたいという気持ちはあるので、だからあえてそのこうでなきゃいけないっていうことにはこだわらず、やっぱりこういう楽器でこういう表現したら面白くないですかっていうようなことを、ね、実践して興味持っていただければいいっていうことが、まあ、特にだからこういう場でこういう楽器なので、それで例えば、まあ、ジャンルの違う方とあえて違う演奏をしなきゃいけないとか、そういうことは全くもう、関係なく、どうこう楽しんでいただけるような表現できるかなと思って演奏しています。太鼓を中心とした日本の音のグループで、とにかくその日本人、日本の文化、そういうものを世界中の人に知っていただきながら、その独特な世界の中でこう日本の文化の持っている独特な個性を知ってもらいながら、結局のところは旅を通して、平和にあってほしいなっていう活動をしているグループです。だからモンデゴザの旅は地球の夢という、常にそれを頭の中に入れて旅しています。私たちが旅できるところは平和だっていうことなんですね。
カシックバレーは小野投手で古典芸で長年培われてきた方ポジションの中で作品を理解して表現していくことは難しいと僕は思って、でコンテンポラリーは逆にその時その状況の中で振付家が踏み出していく動きをその中でまた作品を理解しながら表現していくことは難しいなと思います。でも以前やってみるとその物の世界はクラシックバレエとは違って全て引き算なのかなっていうふうに僕は感じていて、その中でのお客さんが想像していく、そこでまたこう想像が膨らんでいって、宇宙が小さいこの舞台にあるっていうふうにいう気づきがあって、重心の違いとか、すごく対極にあるんだけれども、舞うっていう本質的なものでは同じものがあるのかなっていう。うん、先祖に南栄次郎という詩人がいて、彼の句で時空を常に春と書いて時空光春っていう句があるんですけど、時間的にも空間的にも常にあまねく春のように平和であってほしいと願っています。いつも感じたのは、あの視線の中で、人間以上の力があるっていつも感じました。まあ、宇宙の中でもそうだけど。で、例えば太陽の熱さとか、森の美しさ、川の中にある力、それぞれに魂があるって、まあ、なんだかんだそういう気持ちがあって、だからすごい視線と日本の、いろんな神様がある世界に興味が持ちました。で、まあ、メキシコもちょっとではない、結構似てる部分があって、メキシコのプリヒスパニック、スペイン人が来る前 の例えばマヤ文明とかアステカ文明にもそういう似たような神様たちがあるので、まあ、多分生まれつきのものかもしれないです。能を学びたい企画は日本に来て、僕はアーティストとしては日本の芸術から学ぶことは多いと思って、実はそのものは何かって最初は言えることはできませんでした。でも何か魂とつながっているものがあるんでしょうっていうのは感じました。バレエは、最初、どっちかというと気持ちっていうより体のライン、体の美しさから、始まってる芸術なので、その上で
魂と何かつながるものがあれば、その芸術としてはプラスになるんかなと思いました。で、実際の、ま、あのナビが始まったら、あの思い以上そういう魂とつながっているものがあって、全部が外側ではなく、逆に物は少なめで見せるほどリアクションが大きなインパクトがあるんじゃないか。例えば、あまり何も起こらないところでいきなりちょっとだけの頭の動きがあると、さらにその小さな動きが意味持つ。で、それを自分の踊りバレエダンサーとしては舞台で使うと、あの表現が高まるんじゃないかなと思います。今回のタイトルは平和の旅、平和への旅。最近自分の中で感じましたのは、平和は調和を続けている旅、調和を探している旅なので、一つのついたところではなくて、まあ、この世に生きている間、そのバランス、調和を探しながら、いいものがあったり悪いものがあったり、その調整は永遠に続ける、終わらないとは思う。で、それは今回感じてます。Woo!